この時に重要なのが角度と、あとあの深みを出すような施術ですね。外1ラインで、その次上に行くんですけど、この骨のこう、こぶまでしっかりやっていきます。このようにで、ここの部分をしっかり、それはなぜかというと頭半極筋が多分ここまでついてるんですね。で、このちょっと骨じゃないのかなって思うかもしれませんけど、ここをやるとここがすごい緩むんです。で、だから1回最初やって、準備、あのこれから指圧しますよってことをお客さんに教える気持ちでやって、で2回目でここをやる、ですぐ緩むんで3回目は奥までもっといけるっていう感じで首はやってます。で、首は3ラインやってますけど、でも優しく長い施術を心がけてます。これはマリコさんとあの施術エクスチェンジした時に、マリコさんがすごいゆっくりな施術だったんですけど、ゆっくりで長い施術だったんですけど、受けてて筋肉緩んでるなっていうのがすごく感じられたんですね。なんでゆっくり長くしっかり捉えてやるのがすごい重要です。で、はい、で、あのこの外の3ラインもしっかり筋肉捉えてやっていってください。はい、で、この次は実は僕、この次に反対側をやるんですけど、で、反対側をやったとして、次肩甲挙筋、あの第1から第4頸椎極突筋だったかな、極突筋じゃないか、横突筋から、うん、あの肩甲骨上角についてる、うん、このように進む筋肉、うん、で、ここで一回ひねってここにつくんですけど、こういう風についてます。で、この筋肉はちょっと深いところに実はあるんですけど、これは触らないと多分お客さんがすごい不満な顔して帰っちゃう。で、ここでもしっかり基本の指圧をするように心がけて、はい、やってます。で、この僧帽筋をどけるのなんですけど、太った人とかが一番多分効果的にできるんじゃないですかね。こっち太った人ものすごく多いんで、そういう人を施術するときに僧帽筋をがっつり、僧帽筋と脂肪をしっかりどけて、よいしょってして、で、指突っ込んでちょっと探すんですけど、探して、あ、ここだって思ってしっかり圧入れていくようにしてます。はい、割と太ってる方は僕、はい、いい反応される時もあります。難しいですけど、はい、はい、で、このように触っていきます。で、次はここの肩甲極の、このこういう風にラインをいつもやってます。これは棘上筋と実は僧帽筋の上部繊維をやっていくイメージでやってます。ここからこうついて、ここに ついてるやつなんで、それを狙ってやってます。はい、あの大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。分かりやすいですか。本当にですか。で、次はあのこういう感じで、これを狙って、いつも狙ってるのはあの何だと思う、ドキシ型菱形筋 をイメージしてやってます。あの筋肉イメージしますけど、しっかりこのちゃんと筋肉触ってしっかり圧入れてっていうのがやっぱり基本ですね。はい、で、その次はどんどんこのように下まで行っていってます。で、僕来た頃ここら辺はこのようにやってたんですけど、僕の場合はですよ、僕の場合こうやってやってたんですけど、なんとなくお客さんがいつも苦しそうだったんですよね。で、それから最近は手の位置このように置いてやってます。多分これが人のやりやすさやりにくさだと思いますけど、なんとなくこっちの方が僕は好きです。はい、なんとなくお客さんも楽そうです、僕の。はい、で、次はこのように最長筋、脊柱起立筋の最長筋狙って下までどんどん行きます。で、下までやって、で、ここの仙骨の上までしっかりここまでやります。で、ここの仙骨の上が意外とやっぱり重要で、こ
ここには多裂筋がこう、多裂筋という筋肉がこうあるんですけど、この仙骨の上で実は多裂筋がちょっと大きくなります。でここをしっかりやると意外とここら辺が緩んだりするので、うん、しっかりやってます。しっかり押していってください、うんうんうん、はい。でここまでいったら次はここからこのように波越し先生の指圧ポイントでありますけど、このように押してってます。下までしっかり押していくんですけど、これは僕の狙い的には広背筋、こっから広背筋、こっからこういう風について肩の前についてる筋肉なんですけど、広背筋とお腹の筋肉、腹斜筋などを狙っていってます。これは僕の中では最近のちょっとプチブームですね。プチブームでしっかり下までやっていってます。これ下までやる、これもこれはその方に結構すごい大きくてお腹もがっつりある方なんですけど、その人がこうやるとすごく効果的だ、ここすごいいいって言ってくれてですね、でそれからちゃんと意識してやってみるようにしてたら、ここまでしっかり、もう本当にここまでやるんですけど、やるとここら辺緩みます。なんでああ効果あるんだと思ってやってってます。はい、最近なんかお肉とかで感じますか？お肉ですか、はい、あでこういう風についてるんで、どっちかって言ったらこういう角度で僕は押してってます。垂直圧もそうですし、もし一本のゴムがあったとしたらすごいそれが伸びるように、こうやったら逆に伸ばす、こういうイメージですかね。伸びるように指圧していってます。こういう角度、まあそれ人によって違うと思いますし、でも太ってる、すごく太ってる方とかは本当にこう過敏になってるんで、強さ気をつけてあげないと、あってなりますので気をつけてください。でこっちやるとここら辺も緩むんで肩もやりやすくなるんですね。で緩んだからすごい、ああやりやすいって言って、さっき触った時との肩とちょっと違うイメージで肩を押していってます。次はさっきはこう言ってこうでしたけど、次はもう何ですか、肩甲骨のもう外側しっかりここら辺を、こう肩甲骨がありますと、いつも3点ぐらい押してますかね。ここ1点目、1点目、2点目、3点目で、ここの下も4点目を押してます。1、2、3、4で、それは1点目はこの、あ、ちょっと痛い、ここは肩甲下筋の多分ここら辺、外側、結構外側を押してるんですけど、多分ここが筋、結構僕押されると響くっていうのは気持ちいい、強さによりますけど結構気持ちいいんです。そこ1点目押して、次も2点目で、3点目に行くとおそらくとこれだと思ってるんですけど、僕は大円筋とかがあるんで、ちゃんとこれもその筋肉の筋腹が一応触れるんで、それ触ってやってます。はい、で触っていきます。でその次、その下、肩甲骨から外れちゃうんですけど、いつもこの下も押してます。これは前鋸筋っていう筋肉があるんですけど、こっから肩甲骨の裏についてて、こうやる筋肉ですね。こういう筋肉肩甲骨をアンテリアなんとかですね、セロタスアンテリアをやる筋肉です。でこれ、まあこうなってる人とか、ああやった方がいいなって思う人に僕さやってます、確実に。で、ここも筋腹がしっかりあるんで、それ触って押してます。で、ここら辺は来た当初にサイードとよくエクスチェンジしてたんですけど、サイードがちゃんと分けて触ってて、で、しかもちょっと強かったんですけど、圧はでもしっかり分けて触ってたんで、すごく勉強になりました。はい、